寒波により極寒が懸念される2018ぴょんちゃん冬季オリンピック開会式の当日。天気は、想像以上に寒くなると見込まれる。ぴょんちゃん冬季オリンピック開会式の天気予報に関するメディアブリーフィングが7日午後、メインプレスセンターで開かれた。この日のブリーフィングは、これまで懸念点とされてきた。 開会式寒波に関する対策の次元で進行された。気象庁の関係者らが出席し、開会式当日の天気に対するメディアと一般人らの気がかりを解消する場となった。気象庁によると、開会式が開かれるくる9日午後7時から10時10分までのピョンチャンオリンピックプラザの体感温度は、マイナス10度になるとの予想。 雲が多く、風速3から5メートル、気温はマイナス5度からマイナス2度の間で、体感温度はこれ以上に低くなる予測だ。去る3日に行われた開会式リハーサルと比較すると、予想気温は3日に比べて高い。リハーサル時は強い風により、体感温度がマイナス22度まで下がった。気象庁の予測通りに行くと、 開会式の体感温度はリハーサルより12度近く上昇する見込みだ。